昨夜県内で火事が相次ぎました。このうち沼津市では住宅を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。消防によりますと、昨夜10時ごろ、沼津市大岡で建物から火が見えると複数の通報がありました。火は木造2階建ての住宅1棟を半焼し、およそ2時間後に消し止められました。ポンっていう第1回目の爆発音が聞こえて、1階がもう勢いよく燃えて、あっという間に2階も燃え広がってっていう感じでした。この火事で焼け跡から1人の遺体が発見されました。警察はこの家に住む81歳の男性と連絡がつかないことから身元の確認を急いでいます。また昨夜6時半ごろ、静岡市葵区天満町では飲食店を兼ねた2階建ての住宅で火事がありました。火は隣接する建物などを焼き、およそ7時間後に消し止められました。この火事で2人が煙を吸うなどして体調不良を訴え、病院に搬送されました。まず奥の方、座敷の方からですね、2階につながっているところだと思うんですけども、煙が出まして、もう火事ですということで皆さん一斉に出ました。警察は2階の住居部分から火が出たとみています。